はい、こんにちは、チェスシャです。今回はイベントクエスト銀の逆光に挑戦し、どのぐらいマスターランクが上がって素材が入手できるか確認していきたいと思います。戻ります。スリンガーが欲しいんですよね。このクエスト、リオレウス希少種の討伐クエストなんですが、リオレウス希少種はエリア移動しないんです。さらにあのエリアスリンガーが落ちてないっていうのと、あと私もペアアイテムを体験なので拾ってから行くしかないんですよね。この辺に石ころがありました。石ころ拾います。あとはギンレウスの痕跡を1個ぐらい拾いたい。拾えなかった1個ぐらい拾いたい。拾いました。これを拾うことで捕獲ができるライン、あのドクロマークですね、あれが出るはずです。出ると思います。拾っとかないとね、多分なんですが、追跡レベルマックスにしてもドクロ出ないんじゃないかなと思うんですよ。多分なんですけどね。ということで開幕はぶっ飛ばしから行きたいんですけど、ちょっと小っちゃいような気もする。よいしょ。これ距離的にいけますかね。あ、いけた。よかったよかった。じゃ尻尾に傷つきまーす。おっと、尻尾に行こうとしたら羽に行く。あ、でもこれもよっと、この貼り付きたいところに貼り付けない問題なんですが、一応不具合らしくて11月の7日のアップデートで修正してくださるそうなんで、めちゃめちゃ楽しみです。はい、よっしゃこら、よっしゃこら、344から傷つけてるところに入れないとあんまりダメージ出ないですね。ただこの装備、整備5を採用してるんで、装備使いたい放題っていうメリットもありますし、あと回復カスタムを2回採用してるんで、はい、めっちゃ回復するんですよね。それはかなり戦いやすいと思います。リオレウス希少種結構飛んでばかりなので、まあ、そこにクラッチクロ攻撃をしたりとか、よいしょ、あとは抜刀ね攻撃をしたりとかできるんで、よっと、やっぱり整備後は強いですよね。よいしょよいしょ、寝ました。とこ、これはぶっ飛ばし攻撃してくれんのかな。そこ遠くないその辺、わかった、わかりました、その辺ですね。もうちょっとなんか手前な気もするけど、大丈夫か。お願いします。ほらね仕方ね。よいしょ、オッケー、ナイスカット、よいしょ。地雷虫かご、ちょっとこの爆弾供養してあげたい。ほっほっ、オッケー、落ちる、はい、ナイス、よかった、よいしょ。一応このクエストなんですが、地帯レベル上げなくてもギンレウスと戦えますよっていうのがメリットになるイベントクエストだと思うんですよね。通常ギンレウスと戦おうとしたら、オカサンゴの大地の導きの地のね、オカサンゴをあげなきゃいけないんですけど、それをあげなくても戦えますよ、素材がもらえますよっていうクエストなんですが、まあ、とはいえね、やっとギンレウスの導き素材に関しては4入手することができないので、最終的にはやっぱり導きの地で戦わなきゃいけないんですけど、このギンレウスの素材で作成できる防具が4V で新属性改心というシリーズスキルを
発動することができるんですよね。それが本当に属性系の武器には必須になってくる防具で、特に弓でかなり使うので、よいしょ。さからなんかダメージ食らってばっかなんだけどよいしょ。まあなのでこれで助かる人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。ただ導きの地アップデートでかなり死体レベル上げやすくなったので、よっと、よいしょ。せっかくなんで岡三号の大地をね、導きの地は岡三号の大地って言わないのかな、導きの地の岡三号かな、岡三号上げていただいてもいいんじゃないかなと思います。歴戦の銀レウスもね来ましたからね、よっと、せっかくなんで戦っておきたい。ナイスー、よいしょ、よいしょ。これは起き上がりにかかってくれるのでは、ちょっとずれてるから、どうだ、あーナイス、よいしょ、どうだ綺麗にずれた、よし。しかし我々には総意がある。やってみます。あ、あ、向こう側に投げちゃった、よいしょ。地雷虫、あ、ナイス、ゴールインワンじゃん、よいしょ。できれば頭の方行きたいな、よいしょ。でもいいダメージ、よいしょ。どうなら関係ない、いいよ。あー、回転と不動って本当に相性いいんですよね。ゴリ押しで攻撃できるっていうのはかなり強いと思います。相手が攻撃してきても、よいしょ、そのままね身体を溜め続けられるっていうのは強いんですよね。あ、もちろんタックルとかも、よいしょ、駆使して合わせていきたいとこではあるんですけど、なかなかうまくはいかないんです。ちょっと、ふぅ、よいしょ、よし、よっしゃこら、よっしゃこら、うん、傷が入ってるとこに攻撃したいな、よっ、当たるかしら、よっしゃこら、よっしゃ、1134、やっぱ4桁数字出ると気持ちいいですよね。よいしょ、はい、お、ナイス、オッケー。新しい装衣、本当に装衣と装衣との間が時間が短いんで楽っすね。お疲れ様です。めっちゃバウンティー達成するやん。8分35秒、天輪はないですね。あ、でも尻尾が、神秘が出た。多く入手できるチャンスとは、おお、挑戦整備来ましたよ。今挑戦整備、マスターランクはゲージの半分ぐらいかな。6分45秒、慣れましたね。やっぱ天輪はないです。準備は出ました。9分37秒、めっちゃ時間かかったし準備も出ません。それでは簡単に装備のご紹介をいたします。使用しました体験は危険リオレウス、リオレウス希少種の素材で作成できる体験です。レウスに対して非属性の体験で行くんですかってご質問結構いただくんですけど、この体験物理と切れ味と会心率がめちゃくちゃ優秀なんですよね。属性は手数の多い武器であれば結構ダメージは出るんですが、体験みたいに手数の少ない武器だとあんまり効果がなくてですね、
これが例えば抜刀体験で抜刀だけ使うとかで、かつ表記錬成で属性改心スキルも合わせて発動するっていうならちょっと考えた方がいい場合もあるんですけど、これ整備体験なんで属性に関してはそんなに意識しなくてもいい部分ではあります。とにかくこの体験は優秀です。そしてカスタム強化は回復能力付与を2回採用しています。スキルで体力回復量アップのスキルも採用してますので、新タメ切りを当てるとがっつり回復してくれるんですよね。そしてシリーズスキルで整備の極意が発動していますので、整備が5まで漏れています。不動と転身を使ってますが、中1分ぐらいで使い回しすることができるんでかなり快適なんですよね。さらに体力増強や集中をつけてかなり快適に使えるようにしています。なんですが弱点特攻や超回心、見切りなども採用してかなり火力も出るようになっています。装飾品です。こう見ると結構レアな装飾品が必要なイメージあるじゃないですか。なんですけどこの短縮とかは、結構好みですし、超神経もそこまでめちゃめちゃ必須ってわけじゃないですし、治癒に関してもなくても十分回復するので、この並びで必要なのは通撃と匠と、あとそうですね、対象ぐらいですかね。通撃、匠、対象に関しては確実に必要なんですが、あとのスキルに関してはもう好みです。火力がちょっと上がるって感じなんで、やっぱりあればはめた方がいいんですが、他の装飾品に変えていただいても大丈夫です。重ね着です。頭と腕がテルマエで胴体がブロッサムを採用しているんですが、これ別に重ね着なくても、見てください、めちゃめちゃ可愛くないですか。この整備後だとこういう感じで腰がねエンプレスにすることができるんで、めちゃめちゃ可愛いんですよね。ぜひ皆さんもこの装備で戦ってみてください。かなり楽しいですよ。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。このクエスト期間限定イベントクエストになってますんで、忘れずに皆さん挑戦してみてください。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。